はい、皆さんこんにちは。先輩チューターのプラムです。本日のテーマはこちら。そろそろ期末テストが近づいてきていますね。勉強の計画を立てたいけどどうやればいいかわからない、そう思ってる人いますよね。高校時代の私は定期テストごとにしっかり計画を立てて勉強を進めていました。今日は私が高校時代に実際にやっていた勉強計画の立て方と定期テストの具体的な勉強法についてお話したいと思います。期末テストの範囲が出たら、それと対応する問題集のページをチェックしましょう。どのくらいの量があるか自分の目でしっかり確認することで、どのくらいの時間を各教科に使えるのか、また問題集を何週やるのかなどの具体的な計画がイメージしやすくなります。勉強の計画を立てるときは、トゥードゥーリストを活用することをお勧めしています。このようにトゥードゥーリストを使うと、何をやって何をやっていないのかが目に見える形でわかるようになります。私は1週間の目標を立てて勉強するノルマ制で勉強していました。つまり1週間の計画をすべて立てるのではなく、まずはじめに1週間で終わらせるノルマを決め、それぞれの日にやることをそれぞれの日の朝に決めるようにしていました。そのため調子の良い日は体調を崩さない程度に自分ができる範囲の量をやり、体調が悪い日や予定のある日はやる量を減らして、最終的に1週間で自分の決めたノルマを終わらせるようにしていました。続いて私の勉強計画とその勉強法について見ていきましょう。これはプラムのある日の計画表です。この日は英語、保健、そして数学を勉強していきます。英語では教科書と授業ノートを確認し、さらに問題集を重点的に解くようにしていました。また英単語は単語カードに書いて、通学時間などの隙間時間に暗記していました。保健などの問題集がない教科は教科書と赤シートを活用していました。教科書の太字を赤シートで隠せるよう青マーカーで線を引き、何度も声に出して復習していました。数学などの理系教科では主に教科書で扱った問題と問題集を復習していました。私は理系教科が苦手だったので、最低でも3週は問題集を復習するようにして、公式や解法を頭に叩き込んでいました。間違えた問題は次の日にもう一度復習するようにしましょう。理解できているのかいないのかがよくわかり、しっかり定着させることができます。いかがでしたか？皆さんも定期テストの勉強計画を立てて点数アップを狙いましょう。次回の動画もお楽しみに。またねー。